文学生産の理論11創造と生産作家とか芸術家は創造者だ,創造者だというのは自らをイマニむムのイデオロギーに従属させることだ人間は外部の秩序への従属から解放されてこのイデオロギーによっていわ,いわゆるその権力下に帰ったもうこの唯一の力にしか従属していないのであるから人間は自己の法則自己の秩序の 考案者となる。人間は想像する何を想像するのか人間をだ人間の思考すべて人間による人間のためのは円環的であり道後反復でありそのすべてにおいてイマージュの反復に捧げられている人間が人間を作る中、この意味ではイマニスムの理論家はアリストテレスである。 連続的で断絶のない進化を通じて人間はすでに与えられている作品を自己の中で解放する想像とは解放なのだ進学から人類学への表面的には過激な転換が起こっている人間は連続性の中でしか想像することも力を実現することもできない新しいものの実現は本質的に人間から脱落しているである,からこのであるからこの転換は適用なのである それゆえ人間学は退化し転倒した神学に他ならない神人間の位置にすでに自身のうちに持っている人間の永遠性と宿命等を蒸し返してそれ自身の神である人間がついたのであるこの転換の内側での創造者としての人間の反対は狂気の人間である自分自身を奪われて他人となった人間他人となること発狂させられることと自己となること創造することこの2つの観念は それが同じ一群の問題性の座に位置を占める限りでは等価である狂気の人間とは人間なき人間であり神なき人間であり人間にとっては人間がそうであるところのあの神なき人間であるこのように定義されると人間に関する物語は解決不能な矛盾に入り込んでしまういかにして人間は他人にならずに変わることができようかだからこそ人間を守りそのあるべき姿を保たせねばならない。 人間の位置の全ての現実的変化を禁じなななければならないのである。原理的にユーマニスムのイデオロギーは理論においても実践においても自発的かつ深く反動的であるイニシアティブが神としての人間にまだ認められている唯一の基とは人間をして同一性と永続性を維持することを可能ならしめる基とである権利の上で人間を変えることは人間固有のものを人間に返すことに過ぎないそれは人間の財産である たとえばそれを有効に所有したことがなかったとしても、ユマニスムの記念物である人間の権利の表明は設定ではなく、表明でしかないのだ。設定においては人間と人間の普遍的な、必然的な永遠の権利とを隔てる距離がなくなるのである。なくなるのである。人間は自分自身で位置を変えられてしまったのだ。それゆえユマニスムのイデオロギーは宗教的狂気を説明している。全てが秩序を回復するためには、 逆の移動を行うだけでで十分である教区とはそれ自体において間違っているのではなくその方向においてのみ間違っているのである。それゆえユマニスムは極めて表面的にしか宗教的イデオロギーの批判ではない。ユマニスムはイデオロギーの中のイデオロギー的なものを否認するのではなくそれが別のイデオロギーと交換しようと欲しているある特別なイデオロギーのみを否認するにすぎないのである。 イマニムの最も純粋な所詮は、芸術へ信仰である。アール・ガロディは芸術創造の絶対的なエディオローグでもある。彼の目的は人間自身の果てしなき空間人間に欠けていたのがこれだけだ,これだ,けだとでも言うのかえ,え、連れて行く道のりへ人間を投げ返すことにより人間にその展望を回復させることであるの,あるのだから。 のの美学学は未来の倫理学だという軽率な言葉それはただ言葉に過ぎずいかなる議論もそれを支持せずその上理論的見解から完全に間違っている上に軽率なのであるに示唆を得て彼は人間を解放するためにこの世にそそのかれた芸術は貧弱になった宗教に過ぎないという,いうことにも気づかず宗教から芸術へ帰るよう提案するのである。 ところが芸術は人間の作品ではなく作品を生み出すものの作品なのだ。中この生産者はその想像に中心を持つ主体ではない。それはそれ自体状況内視は体系の要素である。それは偶発性の自然発生的なあらゆる幻想が占めている場所に定着した事実確かに一種の想像である宗教ではないのである。もろもろの企みと引き換えにしか 自分のものとすることができないような作品を処分する前に人間は出現の魔法によってではなく現実に生産する仕事という手段によって作品を生産しなければならないのである人間が人間を創造するものならば芸術家は一定の条件の下で作品を生産するのだ人間自身の制作者ではなくいろいろに人間から逃れ時期遅れにしか決して人間には属さない事物の制作者なのだ。 創造に関する多様な理論に見られる共通点は、それが製造ないしは、生産に関する仮説を抜かしてこの問題を取り扱っていることだ。永続性の中で創造することができる。この場合には、創造するとは、逆説的に与えられている経験を解放することになる。もう一つの見解では、出現に立ち会うことだ。この場合には、創造とは侵入であり、権限であり、神秘なのである。この二つの場合では、変化を説明する手段が省かれてしまった。 前者では何事も起こらなかったのであり後者では何か説明し難いことが起こったのである。創造者としての人間に関する全ての施策はいつも現実の認識を排除してしまうのである。創造的な仕事はまさに仕事でも現実の過程でもなくそれによって葬儀を厳かにしたり不滅の自責を褒め称たえた,たりできるような宗教上の公式文句なのだ。同様に芸術家の才能主観性 内心という意味でに関する一切の考察には原理的に興味は持ちないここではなぜ創造という用語が使用されず生産という用語に組織的に置き換えられているかお分かりいただけるであろう。